fire. どうやって行くのか知ってるの？ おじいちゃんに聞いたことがあるんだ。 魔宮はもともとはファントムが生み出した世界。 クモン神社はそこを封印するために建てられたって。 だからここを探せばきっと魔宮への行き方がわかるはず。 そう。ここはごと吹っ飛ばそうとしたファントムは許せない。やっつけちゃってね。やるだけやってみるよ。なんだか騒々しいね。 何あれ、ロボット？ あれはバールハイト。 ファントムのロボット軍団、気をつけて。 セキュリティサービスを統括している。もう意味わかんない。日本語で話してよ。半分は日本語だ。まあ早い話、おじさんもファントムにそそのかされたんだね。私も騙されてたから気持ちはわかる。だから目を覚まさせてあげるよ。 娘が我がバールハイトに逆らうとはな。死んで後悔しろ。 許さない。
Yeah!
んだここは。うわ、気味悪い。なんとも逆趣味だよね。迷路みたいになってる。正しい道を探さないとダメみたい。急がなきゃ。はっ！
Thank you.
誰も彼には逆らえない。強すぎるわ。そんなことないよ。私たちの世界じゃ若ちゃんのクムン家だってうちだってファントムと戦い続けてる。それは運がいいだけ。事実この世界ではクモン、藤林、アスクレイもファントムの手に落ちた。だからって諦めちゃダメだよ。ミコトさんが、ミコトさんが頑張らなきゃ。無理よ、もう手遅れな。いずれあなたの世界はこうなる。死と共に受け入れなさい。強いわね。ミコトさん、どうして、どうしてもっと早く来てくれなかったの。もっと早く助けに来てくれればこんなことには。ミコトさん、今からでも遅くないよ。でも、一体どうすれば。頑張るの。私ね、バカだけど頑張ることはできる。頑張ればいいだけだから簡単だもん。ミコトさんは私なんかより頭いいし、そんなミコトさんが頑張ればきっとうまくいくよ。あなたと話してると私の悩みがバカみたいに思えてくるわ。ユズハ！あぁ！ナギ？はっ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 
天井！